附属小学校よりよろしくお願いいたします。それではこれからお茶の水女子大学附属小学校の研究発表を始めます。なお、時間の関係でお配りしているスライド資料と多少順序を入れ替えたり省いたりしている部分がございます。あらかじめご了承ください。本校は平成27年度から4年間教育課程全体で人間性道徳性と思考力を関連づけて育む研究開発に取り組み、新教科哲学を創設してきました。現在の開発指定を受ける前の本校の研究では、民主主義社会を担う市民を育むシチズンシップ教育に取り組んできました。その中で主体的に社会参画する市民を育成するには、他者との異なりを聞き合いながら自明と思われる価値や事柄に対して問い直し考え続けるという哲学することが必要であると考えました。哲学することとは、すでに知っている概念の意味や価値などに対して問いを持ち、対話や記述などを通して結論を急ぐことなく概念探求をし、共通了解を見出しながら思考していくことで、自らの考えを広げたり深めたりしていくことと考えています。子どもの学びを樹木に例えると、これまでの授業では幹の育ちや葉のつき具合など主として見える学びに目が行きがちでした。哲学することは、土の中にある根が深く広く張れるように対話などを通して耕し、他者の考えを受け止めながら根を太らせていくことです。根をしっかりと張ることで幹もたくましく育ち、見える学びのあり方も変えていくことができると考えています。これまでの教育課程を見直し、哲学することを中核に据え、教育活動全体でさまざまな他者の考えに触れて自らの世界を広げていく教育課程を構想しました。こちらの図は先ほどの教育課程のイメージ図を横から見た断面図です。各教科や磨く創造活動という本校の総合的な学習と哲学することの関係を示しています。哲学することの中核にある新教科哲学は、身近な問題や素朴な疑問を取り上げ、さまざまな角度から広く深く考えることを大切にした教科です。新教科哲学の目標はこちらにお示ししているように設定いたしました。また新教科哲学で育てたい資質能力を、問いを持ち問い続ける、応答性のある関わり、概念化や共通了解という3つにまとめました。新教科哲学の構想として、考える価値内容の例を自己、他者、世界の3つの観点から整理してみました。それぞれの価値内容はきれいに3つに仕分けできるものではありません。実際に価値を追求していくと、価値内容は自己、他者、世界の枠組みを超えて、さまざまな価値内容に架橋していきます。その様相をこの図に表しました。新教科哲学は3年生以上の各学年で時間割上に週1コマと朝の時間に位置づけて、年間55時間取り組んでおります。それでは新教科哲学の授業がどのように展開していくのか、4年生の事例を挙げてそのイメージをご紹介します。まずは問いの設定です。サークル対話で話題になったことから問いを決めることがあります。このサークル対話というのは、クラス全体がサークルになって座り、生活の中で感じた喜びや驚き、多様な興味を語り合い、聞き合う時間。
また、問いを決める際には子どもたちの興味関心に基づき哲学の時間で話し合いたい問いを出し合い決定することもあります。この実践では怖い夢を見たというサークル対話で盛り上がったことを受けて夢の世界って何という問いが設定されました。設定された問いについてそれぞれの考えを出し合い対話していきます。個々の体験を共有することから始まり次第に話題が焦点化されていきます。この実践では夢の始まりから夢と現実とのつながりについて話題が移っていきました。お互いの考えを深めた後これまで聞き合ったことを振り返ります。子どもたちそれぞれが授業で得た他者からのイメージをもとに自分のイメージを作って書いてまとめていきます。次に具体的な実践事例を紹介します。まずは6年生の自由とは何かという授業の様子を映像でご覧いただきます。自由で完全な自由で生きている人はいないという話題から不自由とは何かについて議論している1番目です。さっき、自分で判断をしてるって言ってたじゃないですか。一番普通は、自分で判断をして、でそれが仮と全部いいことであればそれは自由だと し、悪いことであればそれは不自由だと思うんですけど、自由っていうのは自由だと思うんですけど、それが悪いことだったら不自由です。はい、石田君はその判断を自分でしているって言っていました。で、石田君はそれをいいと思っているからそのことを行っています。でもそれが悪いことだったら本当は悪いことだとしたらそれは不自由だし、やっていいことをやりたいのに、そのやっていいことがもしも悪いことだったとしたら、
それはつまり自宅がやっていいことをやりたいっていうふうに思っているのにもかかわらず、その要求に応えられていないんです。もともと自由とは何かというテーマで対話が進められていきましたが、ご覧いただいた映像では不自由とは何かについて子どもたちが議論していました。哲学では問いが更新されていきます。何が人を不自由にするのか、そもそも不自由がないとはどういうことなのかというように、この授業でも問いが更新されていきました。自由という概念を探求する中で、それぞれに主張の違いはありますが、人を不自由にするものは何かという問いに対して、外部からの制約があるということは共通了解され、またそれを前提として対話を重ね、自由とは何かということに迫っていきます。次に3年生の事例です。この日常にあふれたあるの意味や価値について子どもたちは対話を通して考えを深めました。目の前にある石が透明で見えなかったとしても見えないけどある、生きていなかったらこの世界に自分がいなくなっているかもしれないから、その時点であるはないなど多様な意見が出ました。次の実践事例は同じ問いに医学年で取り組んだ例です。大人になるってどういうことだろうという問いでは、3年生はたくましい、優しい、6年生は見通し、立場に対する責任、自由と責任はセットなどのようなイメージを持っていました。最後に実践事例の5年生の事例です。子どもたちが素直に自分と向き合い、対話の中で自分を見つめ直せるように、音楽界で希望の多い楽器の演奏者を決めるオーディションについてお互いの考えを聞き合うことにしました。普段自分の感情を表したり自分から挙手をして発言したりしない子でも自分の意見を進んではっきりと述べる姿が見られました。では4年間の研究で見えてきた哲学の授業を行うにあたって大切なことを説明させていただきます。まずはサークル対話です。低学年はサークル対話中核に生活の学びを作っていきます。自分の思ったことや感じたことを安心して語り、聞き合う関係性を育みます。自分の考えや問いを自由に表現できるということは3年生以上で哲学するための大前提だと考えます。また哲学の授業を行うにあたって教師が哲学することの重要性も見えてきました。目の前の話題について他者の声に耳を傾けることを大切にし、自分の教育観を明らかにするプロセスを重視してきました。教員同士で対話していく中で子どもたちと考えたかったことは何だったのかなど、教師自身の新たな問いが生み出されていきました。続いて自己評価です。哲学は自己評価を学習に位置づけています。自身を振り返ることを通して自分を見つめる力、よりよく生きるために自分が納得できる判断をしていく力、これらを養うことを目指します。新教科、哲学のみならず各教科でも問い直し、考え続ける、哲学することを取り入れた授業にも取り組んでいます。例えば図画工作家の実践では、自身の作品解釈をアートレポーターとして発表し合い、共同的に作品理解を深めていくことを目指しました。参加者からは他者との対話からもう一度作品や自らを見つめ直す営みも哲学することなのではないかという意見が出されました。
続いて国語科の実践例です。文章と向き合い、さまざまな思考力を働かせて自らの読みを作っていく行為は、国語における哲学する一つの姿と授業者は捉えました。個々の文章の捉えを読み取りマップで可視化し、文章と向き合い、じっくりと考え合う場を作っていきました。続いて新教科哲学の、研究の、成果を振り返りたいと思います。哲学の学習に取り組んできた3年生以上の子どもにアンケート調査を行いました。その分析結果の一部をご紹介します。哲学の授業を面白いと思うか、必要と思うかという質問に対して、とても思う、まあまあ思うを合わせると、どの学年も8割を超え、全体的に肯定的な傾向が見られました。質問に肯定的な回答をした子どもの回答理由の中で、出現回数が最も多かった言葉は、考えるという言葉でした。子どもたちが哲学で学ぶ意味を考えることに見出していることがわかります。哲学の授業の学びの効果を尋ねたところ、問いについて考えることや、自分の考えを深めること、他者の考えを聞くことができたという実感があることが分かりました。保護者のアンケートも取りました。その結果を見ると、いずれの学年の保護者も哲学の授業を通して、当たり前と思いがちなことを子どもが多角的に深く考えることに意義を感じていました。また子どもが他者の考えを受け入れ、他者と共によりよく生きる力を身につけることを期待していることも分かりました。分析をして興味深かったのは、哲学の授業により家庭での親子の対話が促されている様子が見えたことです。哲学の話題について家庭で子どもと考えを巡らせている楽しさを感じている保護者や、保護者との対話を生かして考えをさらに深めようとしている子どもの姿が見えてきました。4年間哲学することに取り組んできて、子どもたちは以前に比べて当たり前のことに自ら問いを持つ姿や、答えを請求に求めようとせずに追求し、他者の考えに耳を傾け、主張を理解しようとする姿勢が育ってきました。また、子どもたちの聞き合う学びと同様に、教師がお互いに教育観や授業観を聞き合うことで、自分自身を見つめ直すことになりました。今後、哲学と各教科との関連を軸に、改めてカリキュラムを見直し、生鮮充実を図りたいと考えています。また、教師集団でお互いに教育観や授業観を聞き合い、成長していく環境づくりも大切にしていきます。さらに、子どもの自己評価する目とともに、その自己評価を見つめる教師の評価眼も問われます。これらをどう形作っていくか、さらに検討していきたいと考えています。以上で研究発表を終わります。ご指導よろしくお願いいたします。